今回の紛失災害はかすかな兆候に過ぎない。災難をもたらした元凶を探さねば。元凶の可能性があるやつなんて大会の中のあいつ以外にいないだろ。真相、現在、審判、それから災いの根源。フォンテーヌのすべての災いの元凶、予言を具現化した凶獣、その名も鈍性のクジラ。さあ私についてきてくれ。処刑の時間だ。恐れなくていいぞ。罪に向き合うんだ。